京都守護は、鎌倉幕府の役職の一つ。最初は、上落時に、北条時政が任命され、京都の御家人を統率、落中の警護、裁判を行い、朝廷と幕府の間の連絡の任に当たっていたが、上級の乱後に、六原丹大が設置されたことで消滅した。北条時政、文治元年11月文治2年3月1条、義安。 文治2年3月研究8年10月1条、功能、研究8年10月研究9年9月、平賀友も兼任人3年10月研究2年うる7月、中原記事、研究2年10月憲法7年正月伊賀光記、憲法7年2月、上級3年5月、大江下広、憲法7年2月上級3年5月なお、一条功能と、 平賀友常の間の時期について、近年発見された歴代の京都守護、六原丹大の名前を記した、六原守護次第には、土井寂平、牧国地下五条夕飯、中原近義、里見義直夫と記されており、短期間に、複数の京都守護が認じられていた可能性がある。熊谷隆行、六原丹大任命校、六原守護次第の紹介と合わせて、 須藤里氏、鎌倉紀、里見一族の同行と、平賀一族、初秋、田中大輝編著、シリーズ、中世関東武士の研究第3巻上野日田氏、ISBN 978から4から864030342。ありがとうございます。